こんにちは、インタークラス九州ベンジャー大学の海野です。現在は2012年の5月1日の何時ですかね、11時ですか、午前11時、10時、午前10時ですかね、はい、福岡のインタークラス海野克美事務所におりますという感じですかね。まあ、次のランチェスターとドラッカー、ドラッカーとランチェスターというですね、難しいテーマの方を今書いてるんですかね。まあ書いてますけど分かりませんね、分からん。なんかもう、もうこのクソドラッカーが、我々の事業は何であるかということは、メーカーが決定するものではなく、実に顧客が定めるものである。それは会社の名称や定款によって定義されるものではなく、製品あるいはサービスを買うことによって満たされる顧客の欲求いかんによって定義されると。したがってこの問題に対する答えは、企業の外面すなわち市場における顧客の立場から事業を眺めることによって初めて得られるのであると。それゆえ経営者は顧客が何を考えているのかを勝手に推測することをやめ、何よりも顧客自身から正直な答えを得るよう努力しなければならないと。なんかよう分からんねえ、もう一言で言わんかいとねえ。我々事業は何か、事業が何であるか、生はね、もう別にいいや、文房具屋だ、肉屋だ、ケーキ屋だ、ラーメン屋だ、ね、公園屋だ、掘削コンサルタントだ。コンサルタントなんか偉そうな言い方やね。なんかもうちょっとこう、なんかないのかよ。話し合って雑談相手で言ったよね。私は代表取締役雑談担当、これで OK みたいなね、いう感じなんですけどね。事業は何か。まあ、まあでもね、自分が決めるもんじゃなくて、お客が決めると。お客が決めると。あんたは何屋さんやねって、ね。あんた何屋なんで。まあ何屋か、お客が払う。お金が何で、お客が払うお金。まあ何でもいいや、もうそんなもんは。こんなね、うだうだ、こんなね、ランチェスターとドラッカーとか、知らんでもね、ちゃんとね、みんなやってますよ、普通にね。経営はね。99.999% の社長はですよ。ドラッカーもランチェスターも知らずに、普通に商売やってますよ。いらん、そんなもんは。で、商売ってのは、当たり前だ、それはもう衣食住。で、最低限まず衣食住。あとは知的教養とか、まあ、趣味とか、旅とか旅行とか、癒しとか、生きがい、やりがいとかですね、よしよしとかですね、まあなんかそういうこう、衣食住プラス、人間関係の。まあ、マズローの欲求5段階ですよね。衣食住があって、その上は帰属欲求、認知欲求、自己実現に関するですね、いろんな仕事が回るわけでしてね。なんちゅうか、まあ商品サービス。商品サービス。お客に役に立つ商品サービスを提供して、それに対して対価はお金をいただくと。ですけどお客さんは、お客さん側からするとお金を払うするけども、同じ例えばラーメン屋だったらね、こういくつか5点も10点もあるから、お客から見て自分が好きな味、近く行きやすい、かつお金、金額ですよね、金額高いといけませんよね。自分にとって、そのお客にとって、いやそれはちょっと高いやと。で、私にとってみたら、一風堂とか一蘭とかね、ラーメンが700円、800円、とんでもないこの野郎みたいなね、感じで、私にとってはですよ、ね、貧乏人っていうか、まあ、まあ、価値は私はあんまり感じないわけです、飲食にはですね。まあ、食えればいったやみたいな程度ですからね。そういう人間にしてみれば、まあ、元祖長浜屋の400円とかですね、なんすか、すき家の200円、70円、80円、300円ぐらいの牛丼とか、海苔弁とか、まあ、私にとってはそれで十分なんです。もう食ってる時間もったいない、そんな暇があったらですね、なんか他のことをいろいろやってみたいっていう感じですよね。まあなおかつですね、中洲の女がどの子の言うけどね、私はまあ興味ないことはないですよ。それはね、衣食住っていうかね、食欲と睡眠欲とセックス欲っていうのはですね、人間の本能ですからね。食ったら出す、あとはセックスしたい、あの快感、俺が進むす、なんで、俺が進むすっていうのかな、あれはね、やっぱ食欲と同じですね。これはもう神様作ったですね、快感ですよね。まああれがあるからですね、やっぱもうやってしまう、やりたい、だから子供が生まれ、でこの人類未来、あなたとも出会っていれるわ、おられるわけですよ、ね、その快感を作った、俺が住む絶頂感、あ行くみたいなのですね、作ったね、神様やっぱ偉いですね。それがあるからこう人類の、こうなんかもう、まあ、出産子育て育成、まあ、まあね、人類未来皆兄弟があるわけですよ。これありがとうございます。まあそれはどうでもいいとして、まあ衣食住ですよね、衣食住プラスいろんなサービスがありますよね、いうことなんですけどね。まあ別にね、まあドラッカーが出たのはですよ、1950年ぐらいからですよね。
まあ、それまでもね、見る、まあ、まあ、2000年、もっと言ったら4000年、もう1万人、中国3000、4000、5000年、嘘ばっかり、本当かよ、みたいなね。まあ、ドラッカーとかおらんでもね、みんな食えてきたわけですよ。これからもそうですよ。もうドラッカー死んでますよ。いらんなわ、別に。あんた、お前なん、偉そうなこと言うんじゃないかな、この野郎。難しいことばっかり言いやがって。何が経営の、まあ、事業の目的は、経営の目的は、顧客の創造である。経営の目的は顧客の創造である、何やそれやって、もうもっとはっきり言わんかいだよみたいなね感じですよね。はっきりというか、そのあんたはそうで一体だ、あんたの価値観はそうかもしれない、それはね確かにそうですよと。で、経営の目的は、事業の目的は顧客のお客作りであると、ちゃんとはっきり言わんかい、顧客の創造であると、そんな言葉使うの、もっと簡単な言葉使うんかこの野郎みたいな。たくもう、だからまあね、商売資本主義社会、ね、北朝鮮以外の資本主義社会ではそのお客さんがいないとそれはダメですよね。それはダメですよ。お客さんがいないと、で私だってですよ、講演料払っていただく、 DVD、CD 買っていただく、本を買っていただく読者さん、講演の主催者さんで、講演お金を払って参加する講演の参加者様、あと相談に来ていただける方が、そういったお客様ですよね。お客様がいないとそれは成り立ちません、その通りです。だから経営の目的は顧客の創造、お客さん作りである。うん、まあまあそれはわかるけどね、なんかねーっていうか、なんかピンとこないですよね。なんかね、なんかね、なんちゅうかな、経営の目的は、まあ例えばですよ、私はここでですよ、独立起業してますよね。え、まあ大した会社ありませんけどね、独立起業してここでやってます。1995年からここでやってます。独立のきっかけはそれはね、私がね、借金をかぶっても痛い目にあってっていうか、なんちゅうか、まあそうそう、当時のねサラリーマンじゃ借金を返せないと、親が1億円の借金をかぶったわけです。連帯保証して相手の1億円をかぶったわけですよ。浦川清の佐賀県渡田のこのクソったねが、でまあね、まあ別にいいんですけどね、まあ借金かぶったんで、借金返済のためには当時の、まあ、手取り25万円ぐらいのアド通信所の給料じゃ、広告代理店の営業マンの給料じゃ返済ができないということで、まあたまたまですね、お客さん当時はですね、年間でまあ8000万、7000万、6000万、1億弱、まあ5、6000万、8000万ぐらいじゃないですかね、7000万売り上げですね。で、粗利が年間でまあ、まあ、2000、8に16だから、16、2000万ぐらいあったんですかね。そのお客さんを抱えてですね、独立をしてさせていただきましてですね。事業の目的は、経営の目的は、それは借金の返済であると。ね、いうことですよ。当時の私にしてみたら、事業の目的は借金の返済であるということだ。顧客の創造である、当たり前だと、お客さんがおらんとやっていかねえんと、当たり前のことを難しく言うな、このクソドラッカーが。だからもう、事業の目的は借金の返済である、ね、人によっては事業の目的はうまいラーメン作りたいって、事業の目的は儲かりたいって、金持ちになりたいって、女抱きたいってみたいなね、うわうわベンツタイム、ランボルギーニタイムみたいなね、まあ物欲タイム、性欲タイム、モテタイム、こっちの方が分かりやすいよ。ただそれだけじゃね、私利私欲だけじゃね、お金を払うかどうかね、事業の目的は、目的っていうかさ、経営っていうのはですね、やっぱお客さんからお金をいただかないといけない、でお金をいただきたい、でこっちやりたいことやっとったいと、そうやりたいこととお客さんがいや欲しいよということが一致すればいいんです、一致すればね、一致すればいいんです、一致すればいいんですけども、なんちゅうかね、ということですよね。まあ一致すればいいんですよ。ですからね、まあね、このドラッカーも言ってるけどね、売り手と買い手の価値観はめったに一致しないってね、これこれいいだろと思って、もお客さんから見たらなんやそれはという、お店とか会社とか商品とかサービスが、まあ確かにそれはたくさんあります。ですからね、なんですかね、まあ、ドラッカーさんがですね、まあ、存在意義の、まあ、偉いのはなんですかね、顧客来て商売経営世の中をお客の視点から見たと、ね、それまでですね、なんか作って売ってやっとったからやろクソったらやと、ね、いうのに対してですね、おわーまあまあまあね、お客の起点、お客か経営商売をお客さんから見たっていうね、まあ、その辺がまあ偉いらしいんですけどね、偉いかどうか分かりますけどね、まあでもそうですよね、確かにそうです。ただね、なんちゅうかですね、っていう感じしますよね。事業の目的は顧客の創造である、
その顧客の想像を実現するのはマーケティングとイノベーションだけであるみたいな、本当かよみたいなね、まあいう感じですかね。はい、はい、ちょっと練習終わり。はい、ありがとうございました。どうも。